電気設備の点検は文化財保護協調週間に合わせて1970年から毎年行われていて、今年で54回目です。今日は九州電力送配電など3社の職員10人が国の重要文化財に指定されている長崎市の清水寺など市内6カ所で配線設備に漏電の異常がないかなどの点検を行っています。長崎の重要な施設、これをですね、火災とかがないようにですね、しっかり守りたいという思いでですね、未来永劫ですね、取り組んでまいりたいと思っております。この文化財を守るための点検は明日までの2日間で大浦天主堂など10カ所で行われます。